皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は NK 細胞活性が低下するとがんのリスクが5倍にというお話です。免疫の話でよく出てくるナチュラルキラー細胞 NK 細胞ですけれども、この NK 細胞はですね、リンパ球の一種で血液中をパトロールしてですね、異物であるウイルスや細菌あるいはがん細胞を直接攻撃して除去する、最前線で働く免疫細胞です。これ NK 細胞の数が減ったりあるいはですね、活性が弱くなるとがんが発生しやすくなったり、あるいはがんの治療後に再発するリスクが高くなるというふうに考えられています。実際にこの NK 細胞の活性が低い人はですね、がんになりやすいということが分かっていますし、またですね、がん患者さんでの研究でも NK 細胞活性が低い人は生存期間が短くなるということが報告されています。今回はこの NK 細胞の活性ががんのリスクを予測するマーカーにもなると、そういう興味深い研究を紹介します。こちらの2019年にキャンサーエピデミオロジーという雑誌に報告された論文です。これは前立腺がんと NK 細胞活性との関係を調査した研究になります。まず主要マーカーである PSA の値と直腸診にて前立腺がんが疑われて、前立腺生検の検査ですね、これはまあ組織を取って顕微鏡で調べる検査ですけども、これを予定した男性94人が対象となりました。検査の前にですね、採血を行って血液中のこの NK 細胞の活性を測定しました。そしてこの NK 細胞の活性と前立腺生検の結果、いわゆるがんかどうかということとの関係を調査したということです。その結果なんですけども、NK 細胞活性が低い人、ここではですね、200ピコグラムパーミリリットル未満というふうになっていますけども、低い人では前立腺がんと診断されるリスクが約5倍にも上昇していたということです。さらにですね、従来のがんを予測する因子である例えば年齢や PSA といった、そういったものにですね、今回のその NK 細胞活性を加えると前立腺がんの診断予測の精度がさらにアップしたということです。つまりですね、NK 細胞の活性は前立腺がんの存在を予測するですね、一つのマーカーにもなるというふうな結果でした。ただですね、今回の研究は前立腺がんのリスクについての研究ですので、全てのがんに当てはまるわけではありません。とはいえですね、やはり NK 細胞の活性ががんになるかどうかの鍵を握っているということは間違いないようです。ではですね、がんの発症や再発を防ぐためにこの NK 細胞の活性を高めることはできるのでしょうか。以前の動画でもお伝えしましたけれども、この NK 細胞の活性を低下させる生活習慣、そして高める生活習慣をおさらいしましょう。まずはですね、 NK 細胞の活性を低下させる習慣ですね。1番目はこれ喫煙です。タバコを吸う人はですね、 NK 細胞の活性が低下しているということが分かっています。そして2番目はですね、飲酒です。長期に大量の飲酒をする人、特にですね、アルコール性の肝障害がある場合には NK 細胞の活性が低下すると言われています。お酒はほどほどにということですね。3番目はストレスです。精神的なストレスが NK 細胞の機能に影響することが分かっています。 NK 細胞の活性を保つためにはですね、できるだけストレスのない生活を送るということが重要です。そして4番目は肥満です。肥満の人ではですね、 NK 細胞の数が減っているということが確認されています。適正体重を保つことが大切です。そして5番目は加齢ですね。年齢とともに NK 細胞の活性はやはり低下してきます。これはですね、ある程度は仕方ないことなんですけれども、高齢者にがんが増える一つの原因というふうに考えられています。次にですね、 NK 細胞の活性を高める生活習慣です。まず1番目は適切な睡眠です。
まあ、実験によるとですね、夜間に睡眠を取らないと NK 細胞の数と活性がどちらも下がるということです。まあ、NK 細胞の活性を維持するためにはですね、適切な睡眠時間を確保することが大切です。2番目は適度の運動です。運動によってですね、免疫機能が高まるということは多くの研究から分かっています。実際にですね、定期的に運動する人やアスリートでは NK 細胞の数や活性が高いということが報告されています。また運動するとですね、直後から NK 細胞が血液中に増えてきてですね、その後減っていくということが分かっていますけれども、動物実験ではですね、がんがあるとそこにですね、NK 細胞が動員されて集まってくるということも分かっています。で、このようにですね、運動すると、免疫細胞が血液中にこう上昇するんですけども、特にですね、この NK 細胞が、一番高い値まで上がるということなんですね。そして3番目は森林浴ですね。研究によると、森林浴をすると NK 細胞の活性が高まったということですね。森林浴による、NK 細胞活性のメカニズムについてはですね、フィトンチッドや、あるいはですね、森林浴によるこのリラックス効果が関係している可能性が指摘されています。そして4番目は音楽を聴くこと。音楽はですね、ストレスホルモンを減らすことによって、免疫に良い影響を与えます。実際にですね、この音楽療法によって NK 細胞の活性が高まったという報告もあります。これ以外にもですね、日本からの報告では、笑いによってですね、NK 細胞の活性が高まったというデータもありますので、1日1回はですね、大笑いする習慣を作るというのもいいんではないでしょうか。以上がですね、NK 細胞の活性を高める生活習慣でした。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題がありましたら、コメント欄で教えてください。また、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。